皆さんこんにちは。今日もまたディフェンスのことについて解説していきたいと思います。一緒に手伝ってくれる新岡部、よいしょー、こんにちは。すぐ呼んでくれるじゃん。一人じゃできないから。嬉しいな。またすぐ始まるじゃん。そう、またすぐ始めようと思って。もう今日に至ってはヒゲ手つけてってないからね。今日もなんかあるってことね。じゃあ今日もゲストを呼んでいて、あらら、いつも清和学園とあのドリブル学校の清和学園の人と対決してくださいって言われるんですけど、いるかなーなんて。清和学園のちょうど近くに清和いない。そう、いないいないいないなーなんて思ってたら、うん、いたんですよ。いるんだ。いるんですよ。いるんだ。いたって、あの今日はちょっと来てもらいました。よろしくお願いします。あ、自己紹介お願いします。ドイツの今バイエルアルツナーというチームでやってる菊谷敦です。すごい、ドイツですよ。清和学園で、はい、今22歳。そうです。なんて呼べばいい？敦です。じゃあ敦君ということで、はい、え、何歳？22です。ヒゲとか生えないでしょ？全然生えてこないですね。てかさ、ショーゴボス何歳？これみんな知ってんの？言ってないでしょ？言ってない。こういうところでちょろっとむにゅっといいんじゃない？何歳？30、今年8。だ、意外と大人なんですよ。おじさん？ヒゲとか生えない？ヒゲはまだ生えないです。またちょっと一緒に手伝ってもらいながら対人入れて説明していきたいと思います。よろしくお願いします。じゃあ、なったの？勝てねえじゃねえかよ。面白く映したいってなんだよ。どうやんだよ。やってみたけど。いやいや、はい、今日は腕の使い方をまたちょっとやりたいと思うんですけど、で、2つありまして、1つは対応が半歩遅れた時に手でカバーするやり方と、あと逆を突かれた時に手を使ってタイミングをカバーするっていう手の使い方があるんで、この2つをちょっと説明していきたいと思います。はい、今の腕の使い方どういうことかっていうと、相手にかわされて半歩ぐらい遅れちゃった時に、相手は腕を振ってるんですけど、そこの前に腕を入れる、なるべく曲げてですね。相手は手を振らないと走れないんですよ。その手を前に振る力を利用してグッって出るっていうのが、相手の力を借りて自分のパワーにするっていうところなんで、実践してみていただければと思います。アツシ君は左引きで左で持っていくパターンなんですけど、今度は右引きの新岡部のパターンもやってみたいと思います。いや、なんてアフターな。なんだよ、こんな、はい、面白く映したいってなんだよ。なんだよ、どうやんだよ。どうやんだよ。やってみたけど、いやいや、面白くしてくれるかなと思ったら、こんなもんだった。なんだよ、どうやんだよ。あ、無理だったよ。次2つ目のポイントは、これちょっと結構難しいんですけど、逆を突かれちゃったっていう時に体の向きを変える手の使い方をちょっと説明したいと思います。今回2つ目の手の使い方は、あくまでボールを奪うとか体を入れるとかっていうわけじゃなくて、完全に逆を突かれちゃって、うわー、ちょっとこっちの方が完全に体勢悪くなっちゃったっていう時に、まあ、リセットに戻すっていうか、体の向きを自分の形に戻して、こっちに追い込もうとしたんだけど逆を突かれちゃったっていう時に、相手の胸に手を当てて、この反動で自分はターンする。ファールになりすぎないようにこうやって押すんじゃなくて、ただちょっと触って、この勢い、この反発を使って自分は反対側を向くっていう、そのイメージで、やってみてください。はい、それではまた今日もですね、対決していきたいと思うんですけど、ポジション、僕ポジションはトップ下。トップ下、王子さん。これディフェンスだけでいいじゃん。じゃあディフェンスだけやります。ディフェンスだけやります。あの
ルールをまた決めたいと思うんですけど、基本やっぱオフェンスの方が有利だからね。キーパーいないからね、キーパーいたらディフェンスが有利だけどね。3回にする？じゃあそうだね、3回抜かれることってあんまないんですよ。10本中3本抜いたらアツシの勝ち、3本抜かれなかったらショウゴの勝ち。よし、ショウゴボス VS アツシ、勝負だ。いきます。はい、あれショウゴさん、まだ2本ある早い、さすがドイツ。ショウゴボスって結構簡単に抜けるんじゃない？普通そうなるんだよな。なんだよ、勝てねえじゃねえかよ。いきましょう、2本目。はい、うえ、はい、あうえ、4本目。はい、はい、6本目。で、7本目。やーい、じゃあ8本目。ラスト、ラスト、ちょっと待って、あれ今の俺の腕の使い方使いました。今俺の腕の使い方攻めで使いました。やっぱりそのレベル高くなってくると腕の使い方の戦いになってくる。そこじゃないんです。淳の勝利。勝ったね。勝ちました。え、きつかった？めちゃくちゃきつかったです。まあちょっとやっぱさすがっていう感じで、まあ、結構線細くて、なんとなく分かったんですけど、やっぱスピード系でやっぱ熱かった。めちゃめちゃ熱かった。さすが淳。ちょっとせっかく負けたじゃん。負けました。なんかあげましょうよこんなのさ。せっかく勝負して勝ったんだからね、はい、ちょっと何も持ってないんで、今度友達とかお遊びフットサルでも何でもいいんですけど、アツシが勝負来いよっつったら、その日に僕そこに伺います。北海道でも九州でも東京でもどこでも行きますよ。だ逆にね、そのなんかもしこれから YouTube やるとかさ、なってきたら、ちょっとショウゴボス一回やる呼んじゃおうって呼ぶこともできるし、ね、いいじゃないですか。それでちょっと判明します。なるほど、九州でも北海道でも行く。北海道です。じゃあもうその権利、はい、アツシ獲得ということで、ちょっとどこにでもショウゴボスを呼びつけてください。わかりました。ちなみに何かプランありますね。ドイツ帰ってから呼ぼうかなと。おお、ショウゴボスチャンネル行きますよ。その時はニオカベ連れてきます。旅費だけお願いします。またこういうプロフェッショナルな方来てもらって、やっていきたいと思います。横田大輔くんから紹介してもらって、アツシくん来てもらったんで、またアツシくんから誰か紹介してもらって、次もやりたい。テレフォンショッキング方式で。まあでもね、できるだけショウゴボスを任してくれそうな人がいるので、そうですね、どんどん強いやつと会いましょう。会いましょう。じゃあ皆さんの挑戦もお待ちしてますし、違う企画もちょっといろいろやっていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。